世界の異常気象、熱波、大洪水、道路が溶ける、インド、熱波編。灼熱地獄、45度 C オーバー、50度 C 目前、バタバタと人が倒れる、溶ける暑さで、死者1100人後 A。 AFP 時事、全土が熱波に見舞われたインド、暑さによる犠牲者は27日までに1100人を超え、首都ニューデリーでは道路が溶け出す事態も起きた。酷暑の中で過ごす人たちの写真を集めた。翻訳編集 AFP BB ニュース。インドの首都ニューデリーで気温が45度を超えたほか、50度に迫る都市もあるなど、インドのほぼ全土が熱波に見舞われる中、インド政府は27日、熱中症などによる死者が1100人を超えたと発表した。貧困層が多いインドでは、空調設備などが十分に普及しておらず、高齢者の死亡が相次いでいるほか、屋外で働く人の間で犠牲が広がっている。気象当局は、今週中は熱波が続くとして注意を呼びかけている。2015年5月27日16時49分、提供元 FNN ニュース。